雇われて人生を終わろうとしている人は荷物を持ってあげる優しさでいいと思う。うん 女性が思わず惚れ込んでしまう男らしさトップ3。うん。男らしい人が好き。男らしさを感じてドキッとした。このような女性の声、耳にしたことありませんかありますよ。いわゆる男らしい人は女性だけではなく、男性にとっても憧れの存在なのではないでしょうか。確かにね、憧れます。しかし、女性の思う男らしさと男性の思う男らしさは本当に同じなのでしょうか。うん、え、違うんですかそこで今回は女性が男性に対して男らしさを感じた瞬間 瞬間について女性が男性に対して男らしさを感じた瞬間アンケートを実施して最も人気の高かったトップ3をご紹介させていただきますのでぜひチェックしてみてください実際の女性のお声が聞けるということですかそういうことです男子校では習わなかったことを今日知れるとはい 学校では教えてくれない女性の本音の部分をお伝えしていきたいと思いますすみません何でしょうか興味が湧きました今回はトップ3をご紹介させていただきますベスト3第3位さりげなく守ってくれた時さりげなく守ってくれた時、はい、女性の声紹介しますねお願いします人混みなどでさりげなくかばってくれた時に周りが見えていって自分のことを守ってくれと感じました二つ目、うん、人混みでぶつかりそうになって傘を引き寄せられた時守ってくれて男らしさ感じました三、うん、つ目 さりげなく道路がを歩いてくれたとき、頼りがいがあるから。同じ人かということで、第3位は、さりげなく守ってくれたときということでね。まあ、さりげなくっていうのが。おっしゃる通り。うん、アンケートでも、さりげなくというワードが何度も登場していましたので、ねうん、ぜひ、さりげなくを気になる彼女に、まあ、男らしさ、アピールしてみてください。まあねね、うん、もうねあの今見て ですか女性の声ありましたけどもすべ、うん、て、まあ、正直それはさりげなくないですけどね僕にはしたら男性側からしたら意図的に言わてるってみま、うん、したらもうそれはさりげなくないです女性にさりげなくと思わせた時点で本当はさりげなくないです何、うん、で難しいこと言ってんだよさりげなくって言い換えれば、まあ、イコールギリバレるなんですよさりげなくはギリバレる、うん、そうなんです本当に だってほんと気づかなければさりげなくなんて言いませんからあ気づいてないって分かるかそうそう,そうだから僕はね本当にいつも失敗してるんだけど失敗しているそうそうそう僕はもうさりげなくないわそういう意味ではさりげなくない,い何失敗って、うん、どういうこといや本当に僕は女性のためを思って、うん、優しさをねその女性のためにやろうとしてるんだけど、うん、やっぱねギリ バレないんですよえだってこうさりげなく道路側を、ね、歩いてくれるとかさ、うん、なかなかぶつかりそうなことかまあ僕から言わせると、その優しさって薄っぺらいし安っぽいんですよ。うんうん、薄っぺらいし安っぽい。うん、僕は本当の優しさは、やっぱまず一生懸命仕事をしているということ。うん、はいはいはい。うん、優しさそして、地球の環境保全に努めているということ、うん、僕が、まず。僕自身がと思。僕自身が優しさの話してるんでしょうん、でも気づいてもらえないんだけどね。うん そう。じゃ気づかないだろ、そんなの。うん。そして僕自身が子供たちの未来を明るく照らしたいと思って、まあ活動しているというところ。 子供たちってお相手の女性とできたああ、関係ない、関係ない、全然関係ない。巡り巡って、その女性にそういうことなんだけどな、地球ってそういうことなんだけどな、地球って丸いしっていうとこなんだけど、気付いてもらえないわけよ、僕の優しさあそれをこう、優しさで、一生懸命仕事するとかいう優しさ、地球の環境保全をする、地球に優しいっていう感じを出していると。そういうのがちゃんと巡り巡って、その女性に対する優しさになるわけじゃない。りっっってててその女性に対する優しさな全然わかんい社会 意味がわかんない、うん、その女性が朝昼晩とあ当たり前にご飯食べられてることも僕は一き取は買ってるわけじゃないあ地球の環境保全してるとかそこに気づいてほしいんだよねそこが一番僕が本当はそれこそ本当は僕はさりげないと思ってるんだけどそこが本当にさりげないところだよだから女性たちがいわゆる ささりげない優しさって言ってるのは、うん、言い換えればギリばれる優しさをしてる男なんで別にまあ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 さりげなくないっす<に>それは、うん、それ別に卑下して言ってるわけじゃないでしょ<然>そういうのがモテる男だよって話でしょそういうやつらむかつくぜみたいな感じじゃないんでしょ本当は,本当は俺の方がよっぽど優しいのになって思ってる <laughs> 気づかないよ、そんな、だって一緒、なんか地球の子供たちの未来明るくしてるとかさ、なんかわかんないけど、それが巡り巡って、その女性に対する優しさになってるわけわかんねえよ、ロジック書けよ、ロジックあなたが今、履いてるシューズ、あなたが今、着てる服、これは、何でできてますか、じゃあ、その、それは。 宗教の勧誘みたいな話かけるれたっていうところで <laughs> <え>、その優しさに気づいてほしいんだよね。あ、そういうこと、うん、あ怖い。うん、ちょっと2位っていいですかお願いします。いいですか 2>、はい、第2位ね。 筋肉を見た時、男らしさを感じる。第2は筋肉を見た時、筋肉を見た時、女性のお声ってですか？お願いします。腕の血管が綺麗だった時、筋肉質な腕がかっこよかった。これ、2つ目ほら重たいものを持った時の腕を見た時、男の筋肉を見せられたからということで、第2位にランクインしたのは筋肉を見た時ですね。で中でも非常に人気だったのが腕の筋肉ということで、腕の筋とかね。血管は女性にとって男性特有のものなので、魔女性ないもの。フェチとしても人気なんですよ。で重い。荷物 持つときなどですね。腕に力を入れるとき、チャンスなんで、うん、もう出るように、血管出るように持ってあげてください。うん、まもうね、これ系の話で、うん、まもどうやったら持ってるかみたいな、ええね、まあいろいろあると思うんですけども、うん、もう筋肉はもういいよ。あ、もうもういいよ。 筋肉はもう、もういい人気なんだから、筋肉もう多いと思うんですよ、正直。筋肉はもう、俺もだってもう、筋肉の話はもういいわって思ってる。筋肉だって筋肉つけてる人だったらいいよ、思って。筋肉ついてるからもうええわって。つけたからもう終わってるからええわ。筋肉が持てるのはもう分かった分かった分かった。腕、腕でしょ、筋でしょ、腕太いがいいんでしょ、分かった分かったって。あ、思われてるそういう人も多いと思うんだけど、ただ、ただ。 ただね、やっぱ人間はそれでも、やっぱベタが好きだからね。まあ、オーソドックスというか、普通というか。みんな大谷翔平好きでしょいや、あれはすごい人だから。ヒーローだから。うん、みんな好きでしょすごいっていうベタね。みんな志村けんさん好きでしょまあまあ、まあみんな好きだよ、大谷翔平と志村けんさんのこと嫌いな人って一人もいないじゃないですか。あれなんでかっていうと、ベタだからなんですよ。面白いっていうのが、普通で普遍的で、そうそう。まあ、志村けんさんで言よね。そうそうそうまあ、だから男で言うと筋肉ですね、ベタは。 女性でいうとブリッコですあ。これがベタなんですよ。うん、で、これが好きっていう解説はもうだからいいい,いらないと思ってる。あ、なんでジョ、まあ、ブリッコが好きなのかっていう解説はいらないいらないと思ってる。あそうでも、なぜ人間はそのベタを、えー、嫌いになれない、否定できないかっていう話なんですけど、うん、これね、本能だからなんですね、やっぱ。何回も何回も聞いてるけど、うん、何回も何回も聞いちゃうのは、本能だと、うんうん。そう。なんで僕たちは森かすさんとか、田中みなみさんみたいな女性が好きなんですかっていうと、本能にうっ 訴えかけられる女性だからですよ。 分かってても好きみたいなね。そうそうそう。つまり本能こそ最強なんですね。確かに確かに。本能に勝てるものない。確かにね。だから本能に訴えかけられる人間になればいいんですよ。すごいね。そう。なんかいい感すごいこと言ってるよ。そうでしょで、じゃあ男が女性の本能に訴えかけられるものって何かっていうと、これ嗅覚なんですよ。嗅覚はい。ほう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 。思春期になると、ね女の子がさ、お父さんにい嫌だなって感じるのも、あれはやっぱ本能が、近親の近い 血をね、避けるっていう本能なんですよ。ういうね、はいはいはい。だからまあ、あれは嫌われてるね、お父さんもしね、いっち,ちゃったら、しょうがない、本能だから。それは別に、娘さんだけに対して臭い匂いを発している、うん、っていう感じってことでしょうだから。まあ、そうだね。臭いというよりは、そのあなたが臭いんじゃなくて、娘さんはそう感じてしまう DNA になっちゃってると。そう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 ,そう,そうで。嗅覚っていうのは、人間の五感の中で唯一本能に直接作用すると言われててね、うん、まあ五感っていうのは、視覚、聴覚、味覚、触覚か。他の四つは、 理性とか思考を司る大脳神秘質っていうところに伝わると。理性を司るとこね。そう,そうそうそう。大脳神秘質。わかったわかったよ。大脳神秘筆、うん。そこはもう何回も言わなくていいから。ね、でも嗅覚だけは感情や本能を司る大脳、 変力系っていうところにでするのの。一部ね。はい。ののね。本能の方に。本能の方に。そう。らしい。海が違う。そうそうそう。そうなんだ。そうなんですよ。だから山手線、小田急線、埼京線って新宿に行きますよ、じゃないですか。うん。だけど、その東海道線は東京に行くじゃないですか。うん。まあ、みたいなもん。あ、全然わかんないな。そ超むずい。そうそう。鉄道を託くしかわかんないだから僕らは、匂いをブラッシュアップする必要があるんですよ。匂いをブラッシュアップする必要がある。そうそうそう。 そうそうそう,う本当にモテるためにはベタだけどわかってるけど好きになっちゃうなこの男はになるためには、うん、匂いをブラッシュアップする必要があるんですね。気になるねそうで じゃあ、女性が好む男性の香りは、どんなものなのかっていう。まあ、本能に訴えかけられる匂いっていうんですかね、はい、じゃあ。っていうところで、<う>これアンケート結果あるんですけども、女性約500人に聞いたアンケートなんですけども、うん、1>, 1位は、石鹸、シャンプーの香り。石鹸、シャンプーの香りが1%。28.6%。で、2位が、無臭。 じゃあ、匂いないやん、無臭。パー24.2%。24. ない方がいいってことこの2つ特に覚えてください。28.6%、24.2%。これ2つで50%超えなんですよ。石鹸シャンプーの香りが無臭。そう。うで、3位が、爽やかなグリーンの香り 18.、18.2%。4位が柑橘系の香り 11.、11.7%。5位がムスクの香り、7.5%。この3位がはもうほぼ覚えなくていいです。確かに、ムスクの香りも意味わかんでしょそうでしょ。う<ー>何が言いたいかっていうと、<ー>まあ、石鹸シャンプーの香りはね、まあ、日常生活でついてしまうものだとしても、2位が無臭なんですよ。うん、つまり、匂いはね、つけるもんじゃなくて、 法消すすものです匂いは消すものそう、そうなんですよ。そういうことか。そう。で、匂いの原因は何かっていうと、カレー、うん、食生活、ストレスなんて決まるんで、うん、まあ、野菜を食べて、よく寝て、適度に運動して、ストレスを貯めない。 これを徹底することを気をつける。そういうことね、うん。匂いはつけるものより減らすもの。減らすものか。だ、うん、から石鹸シャンプーは別に普段通りボディソープで洗っおけばそうそう普通についてる。そうそうそう。なんかいい匂いしようさせようかな、いいシャンプー使おうかなとか、いい香水つけようかなより、まず減らすこと。はあ。いい柔軟剤使うとかじゃなくて。そうそうそう。はい,はいはい。というところをまず徹底してほしいなと。 めっちゃいいこと言ったなそれがやっぱベタに訴えかけるすごいうんなかったなここまでいやでもいいこと言ったよ匂いねそうですじゃあ第1いきましょうお願いします第1位は荷物を持ってくれた時荷物を持ってくれた時これが1位ですか1位でございます男らしさはい女性のお声いきますね荷物を持ってくれてレディーファーストしてくれる時に女性扱いしてくれていると感じてドキッとします うん、2>, 2人目重たい荷物を持ってくれたり自信の時危ない位置で動けずにいたら引っ張ってくれた時に頼りがいがあると勝ちましたまあそういう実際あったんでしょうねうそういうは、ね、自信の人がね、うん、ということでね男性に男らしさを感じる瞬間第一に変えたのは荷物を持ってくれた時でしたとうーんなるほどなんで普通のことだと思った方はねたくさんいらっしゃると思いますけれども頼りになる、うん、女性扱いしてくれているという印象を持ってもらえる素晴らしい行動なので是非積極的にタイミングがあればやってください まあ簡単だし日常生活に溢れてますもんね。そういうことでございます持つパターンうもう、ビンビンにアンテナ張って。そうやってくなさい。なんかあったら荷物持ってきゃいいと。そういうことでございますそう,そうか、そうか、ん。持つ時こそチャンスだと。 そういうことでございます。そっかそっか。ぜひ持ってあげてください。まあでもね、荷物なんて、本当持たない方がむずいっす。持たない方がむずい、うん。荷物を持たない優しさを出す方がむずいっす。な,なので、荷物を持つなんて簡単じゃないですか。持ってあげるっていうの、うん、<ー>でもね、みんな分かってないのが、荷物を持たない優しさね。<laughs> ちょっと待って。荷物を持たない優しさ持ってあげない優しさってこと、ま、そうなんですよ。持たない優しさを持てない人が多いね。 どういう,どういうこと荷物を持たない優しさを持てない人い何回もちょっと何回言わないで分かんなくなっちゃうからまあこういう言い方あれかもしれないけど、うん、今お勤めされてる方とか普通の会社員の方サラリーマンの方とかはいいんですよ、うん、それで荷物を持つ優しさでいいんですよあ持ってあげる優しさで全然いいとそうなんですよ<う>ただ僕らみたいな 経営者とかフリーでやられてる方とか自分の力で稼ぎをつけなきゃいけない人とかあるいは人を動かす立場の人っていうのは現場監督さんとかね荷物を持たない優しさを身につけなきゃいけない何でしょうかそれはどっちかというとその身につけなきゃいけない能力っていうのは荷物を持たない優しさですねえだから何ですかそれはどういうことですか要は簡単に目にに目見える優しさに ちょっとえっもっとわかんなくなっちょっとすごいねうんもう一回言って簡単にまあ歌化できる優しさに手を出さない勇気みたいなねなんかの歌詞みてえじゃんわかんねえよそれだから荷物を持ってあげるっていうのはみんながわかりやすい優しさですよねを持ってあげる。荷物重そうだな持ってあげるっていうのは持ってもらった方も持つ方も第三者もみんなわかりやすいみんな嬉しいしねそうそうそうそに なっちゃう時があるんですよ短期的な失敗になっちゃった例えば重い荷物を持とうとしてる女性がいた時に、うん、それをあえて、うん、あの持ってあげないというのが、うん、優しさになってるってことそうじゃあさそれをさじゃあねご夫婦で 一緒に年間200日あるとして200日一緒に買い物に行く日があるご夫婦がいたとしましょう毎回200回持ってあげると旦那さんのが持ってあげると確かに優しいねってなるじゃないですか分かりやすい見て分かりやすいやつだけど200日のうちじゃあ80日は持ってあげない持っそう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 することでその女性はたくましくなるわけですねあ単純に筋肉つくというりとかたれる ことが当然じゃなくなくるし女性も結局長く考えた時にこれね僕らが経営者として持つべきものだと思うんですよ荷物を持たない優しさなんか当たり前になっちゃうみたいな感じ優しさがまあ,、ね、あと女性自身も鍛えられるみたいな、うん、まあチキンさん従業員抱えてますよねうん 従業員に対ししてて冷たくすする優さっうのも大事だと思んでよあえてね学ばせるじゃないけどもしね困ってる目の前の人を助けた結果自分ができるその何十倍もの活動をおざなりにしてしまったら結果的に何百枚もの迷惑をかけるパターンってありますからまあまあそうだねちょっと待ってちょっと待ってこれね女性をもう口説くとか落とすというか好きになってもらうっていうエピソードなんでなんかすごい規模がでかいんですよ。 人間を成長させるみたいなさ。 感じになっっちゃてるまあ言い方悪くあえて言い方悪い言い方すると雇われで人生終わろうとしてる人は荷物を持ってあげる優しさでいいと思うんですだからもう雇われとか出てきちゃってるじゃじゃ女性をねくどく好きになってもらうためには目の前にある荷物を持ってあげるとその女性は自分のことを好いてくれるっていう話ですからでも僕らは経営者じゃないですかちっちゃい会社だけら僕らが経営者としてもう一歩先もう一歩上に行きたいってなったらやっぱ荷物を持たない優しさを持つことが大事ですよいやめんくさいよだそれ女性 何この人ってなるじゃん。だって。じゃあ、わかかっまあいいや、分かった。じゃあ、ー譲って。じゃあ、女性側から、ちょっと重たいから持ってって言われたらどうするの持つけど、次はないよって。怖えよ。次は持たないよ。やつの言い分じゃん、それ。ミスしたやつに対してのやつじゃん。同じミス繰り返すのよ、みたいな感じなのよ。うん。あ、怖いね。という感じかな。脳みそやばいね。じゃあ、いいですか、最後。はい。 毎日新しいおすすめ上がってくるそうですよね毎日ずっと同じものを見てたら飽きちゃいますからねでも結局戻ってくるのって同じ動画だったりしますよね、まあ、僕も常に帰ってこられる場所のようなセクシー動画はブックマークしております